その後、二階堂が言った通り、ヒール財団があった建物は完全に崩れ落ちた。私たちは緑川さんの遺体を運ぶ間もなく、命からがらヒール財団から逃げた。ヒール財団が崩れ落ちた日に、私たちにとっては大きな出来事がもう一つあった。警察庁のホームページの投書コーナーに匿名で映像が送られてきた。それは二階堂が天羽博士の部屋で博士を殺害した映像だった。そしてその後、博士の元に駆け寄った影山純の姿もはっきり映っていた。この映像が証拠となり、影山純の天羽博士殺害容疑は解け、彼は無罪放免となった。警察からの帰り、私たちは壊れたヒール財団の前に立ち、この事件を振り返っていた。
祈りながら私は考えた。緑川さんが白い百合の花をまこちゃんの墓前にいつもたくさんお供えしてた、その意味を。緑川さんはまこちゃんのクローンを作ることでまこちゃんの新たな誕生を報告していたのだ。あれは緑川紗栄子流の受胎告知の花だったのかもしれない。意義なし。まこちゃん、緑川さん、アモン博士、そしてここに眠る神父様の希望の鐘です。静かな波音が聞こえるような気がした。